これより後半戦開始となります。後半戦は大島学院高校のキックオフ、南山高校のレシーブ、リターンです。両チーム激を飛ばしまして、これより後半戦再開です。後半戦は大手門学院のキックオフで試合再開となります。キックオフは前半同様、13番畑岡が務めます。サイドラインを割った模様です。サイドライン割りましたので反則となります。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進しなくちゃの攻撃をするか、あるいは30ヤードペナルティで自陣35ヤードからの攻撃を選ぶか、あるいは5ヤード下げて蹴り直すかを選択できます。35ヤードから南山高校南山は自陣35ヤードから攻撃を選択しました。この時間南山高校の攻撃と変わります。後半戦開始、これはサイドラインを出ましたキックオフのアウトバウンズの反則。南山高校は自陣35ヤードから攻撃を開始することを選びました。双方合意のもと1クォーター8分で行われております。南山高校自陣35ヤードからハーフダウン系。南山高校後半最初のシーズン、ボールオン自陣35ヤードからファーストダウン系。オートナイスディフェンス。まず外にいたレシーバーに勝ち上がらはかる1パスを投じました。しかしこれを大手門学院47番凄まじいタックルと言いまして、このパスによるゲインなし。ノーゲインでセカンドに変えます。激しいタックルを見せましたのは47番、高山でした。3回生3年生です。ラインバッター21番中村慎太郎がタックル、ノーゲインに抑えています。南山高校2回目の攻撃、セカンドダウン。キューディーキックハンドオフプレイから自らキープを展開しようとしました。南山高校交代のスピーバー最初の8のランプレー、失礼しました。1ヤードほどゲインでサーターに変わります。南山高校サードダウンの攻撃、サードダウン、ハーフダウン獲得まで残り9ヤード。ボールオンは自陣36ヤードクイックスクリーンを展開しようとしました。ワイドレシーバーを内側に走らせ、そこからキャッチアンドランを図るクイックスクリーンを展開しようとしましたが、ワイドレシーバーキャッチできずパス成功でフォースダウンに変わります。先ほどのプレーも決まりましたらビッグエイになるスペシャルプレーに近いスクリーンパスです。南山高校フォースダウン、さまざまな策を講じまして大手門を追い詰めようとしています。しかしこの状況はパントフォーメーションを取りました。南山高校フォースダウン内パントフォーメーション、さあプレイいった、パス成功、キャンプ成功、ファッサー、南山高校パス成功、ファッサーここでギャンブルパンフォーメーションからパンターの10番南山高校フォースダウンパンフォーメーションからディフェンスレシーバー、これをディフェンスカットしたボールを見事な執念でキャッチしました。30番これを確保し攻撃更新です。南山高校ファースター、ファースダウン獲得です。
見事これをキャッチしましたが、32番の徳永でした。2年生7ヤードから新たにファーストダウン10。さあ南山高校相手陣47ヤードに入りました。ファーストダウン10。南山高校セカンドダウンイレブン。今度はスピードをつけての右オープンスイープレースピードで一気にそこを確認しました。32番徳永高校のプレー、これを走り出しましてゲイン2ヤードにとどめています。2ヤードのゲイン。今度はスピード勝負に持ち込みました。南山高校サードダウン。南山高校サードダウン獲得まで9ヤード。コーチャーバック10番最高カジから3番の5番福田の両方にパス成功。しかし攻撃権更新にはなっておりません。同スタンに変わります。しかし南山高校5番の島野でした。2年生です。ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。フォースダウン3の状況に変わります。南山どうするか。プレーを行うロディセッター君だ。ここにホイッスル。タイムアウト。チームタイムアウト。南山高校。南山高校で後半1回目のタイムアウトを投入します。南山高校が後半1回目のタイムアウトの要求です。ロビーセンター揺さぶりをかけていきました。おそらくはここからオフサイドトラップを仕掛けようという判断だったと思われます。しかしこれが叶わないと判断し、ここでタイムアウトを取りました。タイムアウトときまして試合再開となります。南山高校相手陣40ヤードからフォースダウン3。サイドラインからのパドルを解けまして、まもなくプレーを展開しようとします。タイムアウト終了。南山高校フォースダウン、ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。プレーします。ロンリーセンダー君だ。さあどうだ。判定待ちます。南山高校ギャンブル成功。ファーストここで取ったのはブロッカーがいるサイドの32ヤードのパス。ここからキャッチアンドランしました。レフェリータイムアウト。ウォーターブレイクを取ります。ここで32番体を前に投げ出すように攻撃権更新しました。ギャンブル成功で南山高校ファーストダウン獲得しています。ここでウォーターブレイクが入ります。
第53回関西高校アメリカンフットボール選手権2回戦、その肩書きにふさわしい素晴らしい攻防戦となっております。試合再開となります。現在攻撃は南山高校、ボールオンは相手陣36ヤードからのファーストダウンテ。ウォータータイムアレス終了、南山高校ファーストダウンテ。不成功、ここでオーケーでした。ターゲット13番ディフェンスフリーキャッチ試みました。しかしバランス崩しパス不成功、パス失敗でセカンドダウンに変わります。さあすかさず反応を取った南山高校セカンドダウン点。ここでトリックを仕掛けた。クォーターバックの10番を左のレシーバーの位置に広げ、固めたバンチのところに投じまして、ここからキャッチアンドラ。南山高校10番しかしこれも対応しまして、ゲインは1ヤード程度に留めています。太田からワイドレシーバー10番斉藤和也のパス成功。南山高校サダンナイン、南山高校サードダウン。タイムアウト、チームタイムアウト、南山高校。南山高校ここで後半2回目のタイムアウトを使います。先ほどのプレーでクォーターバック10番ヘルメットが外れたためヘルメットオフで一旦ワンプレー出る必要が出ました。ここでオフェンスチームに乱れが生じ、リレーオブザゲームが発生する前にここでタイムアウトを投入しました。試合再開となります。結果的にこのタイムアウトの間でワンプレーを消費した格好になっておりますので、クォーターバック10番はこのプレーは復帰できます。タイムアウト終了、南山高校サードダウン。南山高校サードダウン。パス不成功。南山高校パスを投げましたが不成功。5番にパス、5番振り向きざまキャッチ試みましたが、しかしこれは確保できず、パス不成功に終わっています。南山フォースダウンに変わります。さあ南山プレーを行います。フォースダウンキャンブル、
ここで先ほどと同じく右に固めたバンチのところに高田が10番配置してのキャッチアンドランを完工しました。しかし攻撃更新ならず、今回のプレー失敗となりまして攻守交代、攻撃に変わりまして高田が投げ返ります。ファーストダウンには届かず4回の攻撃点を使い切りましたので、攻撃権は大手門学院高校に変わります。大手門学院自陣36ヤードからファーストダウンで、大手門学院高校自陣35ヤード36ヤードからファーストダウン点。南山高校に変わります。南山高校敵陣32ヤードから4回の攻撃開始です。ファーストダウン点。南山高校高校です。3番下原大手から10番斉藤和にバックパス、その斉藤和からワイドレシーバー17番堀田大和へのパス成功でタッチラインです。南山高校この後トラブルポイント。南山高校トライフォーポイントはキッカー10番大東達のキッチが成功。さらに1点を追加し、南山高校第3クォーター7点獲得です。斉藤プレッシャーからしてロングパスを投じ、このパスを見事17番ホッタキャッチしまして、反撃となるタッチダウンを挙げております。さあ南山ついに立ち点を挙げる形になりました。その南山のキックオフで試合再開となります。さあここで南山のキックオフに対して大手門が10人をフロントに上げる形を取りました。オンサイドキックを警戒してのフォーメーションを取った模様です。さあそして普通にキックしまして大手門リターンに入った。大手門学院自陣28ヤード付近からの攻撃位置を得ます。南山高校キッカー10番斉藤和のキックオフで試合再開。それを大手門学院高校リターナー12番奥野レオンが、となる点攻撃を現在ここから展開しようとしています。ボールオンは自陣29ヤード大手門学院高校ファーストダウン10。大手門学院高校自陣24ヤードからファーストダウン10。まずフルバックのダイブプレー。
まず1週間に第1プレーを投入しました。大久保学園高校ランニングバック4球団青木栄太のランプレー。キャリア40番は青木3年生です。大手門学院セカンドダウン4、大手門学院高校セカンドダウン。ナイスディフェンス。南枠12番にハンドオフし右オープン展開を図りました。しかしこれを南山16番見事に対応しまして、右がランプレーを展開しようとしましたが、南山高校ラインバッター54番阿部修斗、ディフェンスバック16番青木多門がタックル。16番の青木多門2年生です。ロスを奪っています。クォータータイム、ここで第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、大手門学院高校20点、南山高校7点、攻守双方入れ替えまして、最終クォーター第4クォーターに移ります。